おはよう。10個ありがとう。分かったわ。うん。今日ね、なんであんなに昼の放送調子悪かったのか。寝不足だね。昨日ね、多分寝れてなかったんだと思う。あの後放送終わった後に、 今、カナと喧嘩して、さあ、寝たんだよ。5時間ぐらい寝ちゃったね。寝不足です。今、なんか頭のモヤモヤがすっきりしてるもん。多分寝不足で、放送がままならなかったんだと思う。ちゃんと寝ることが大事かなって思ってるね。で、まあ、正直、放送つけるかどうか悩んだ。 ぶっちゃけ、まあそのまあみんなも知っての通りさ元カノが裏で放送やってるからねまあ正直やるのは悩んだよこれわ、わ枠荒れちゃうなってうん ただこれだけ言わしてもらいたいんだけど「エルマルにはもう後悔はないです今の彼女が一番好きさっきさ俺寝てたんだよそしたら横でさこう座ってたんだよねベッドの外れでで俺を見てたんだよで急に「ごめんねー」って もう絶対に言わないでそういうことをつって涙を流して俺に抱きついてきたんだよ俺の彼女が「エルマルの時はそんなことなかった泣きながら抱きついて出ていかないでってやっぱり最高の彼女だなって思ったよ俺のクマは最高の彼女 彼女がいてくれるこそ、いてくれるからこそ、俺は、こうやって、うん。うん。だから本当に俺はクマと付き合えてよかったなと。ね。そう思いますよ。完全に。クマと、 付き合えてよかったなって愛してる愛してる <laughs> と思いますいや別にルる丸に対して未練はないよ特にだからもう荒れると思ったから 今日はテロップにしたんだよ元カノに後悔なしえお前には未練なしとラップ口調でいいでしょ別に俺はエルマリに対して未練はないよ一切だからエルマリに言っといてよ荷物送ってきてくれてありがとうってうんありがとうって言っといて 仕事頑張ってねって言っといてよ俺から LINE で送るのもおかしな話だからなそれだけ言っといて自分で言わないよ一切言う必要性がないからね で、今日はねまさ、あ、やンの家にも行こうかなと思ってるよ。まさ、あ、やンの家行ってまあちょっとこれは放送でもしようかなってダラダラそういうふうに考えてます。 前室君も行くらしいから誘われたからねあ二20回ありがとうそれか新八丁に行こうかなって明日金杯さんの家行く流れになってるんだよこのどっちかだねまあ最後に家行った後に新八丁に行こうかなって思ってるけどちょっと悩みどころですね どうしようかなと思ってるよ。自分のネタがないブロック入れたかこれ。よし NG。見なくていいよ。うん。NG です。こういうふうに人の心を、ね、乱すやつはもう NG 入れます。はい。NG です。ガンガン NG 入れていくんでね。 やっちょ、イベント中のコラボ嫌がるよ。いや、でも、昨日、ひどんなさんとコラボしてたけどね、イベント中で。で、俺も高齢術を覚えたから、やっちょくんに高齢術をかけたいと思ってる。うん。高齢術を。高齢術できるよ、俺は。 やっちょくんにやっちょくんの先祖に高齢させることができるね。嘘だけど。オアコングロデブ120キロたすき愛個人情報。下の枠荒らすなよ。えノブロック切るとこ。 もうなんか、これ荒らすやつは何なの一体。邪魔だよ、マジで。イベント中いらないから。じゃ、タヌキやるなって話だけどね。フラッチマガジン、ありがとう、プーさん殺しさん。ありがとうございます。なんでタヌキ枠なのつけたらタヌキ枠だった。また買えるの忘れちゃった。 プーさん殺して帰って書いてんじゃん。いらないよ、そんなのブロックガンガン入れてくよ、お前。邪魔だよ、お前。なんで豚もののブロックたからお前、日本語が通じないでしょ、俺。え人のことを悪口書くなよ。豚呼ばれするなって。ムカつくんだよ。 どうしたの、パルやらしてくるんだよ、これ。あ、豚、もうブロック。頭に来たわ、これ。経営はしただから言ったでしょカレン・ブーケドールとワールドプレミアムが来るって。来ただろ。キンバイさん、俺の言った言葉を乗っ取ればよかったんだよ。まあ、カレン・ブーケドールもっていうのが押してたけど。この二つが来るって。 ね、ワイルドで買ってればねついでだよワイルドプレミアム俺昨日言ってたからね全部入ったよ3着にうんで俺の言うこと聞いてればワイルドでととどれてたよたまたま当たっただけだろ当たろうがなんだろうが 予測は当たってるんだから俺のか俺の考えはよく当たるでしょうんもう大阪に大原くんスマホで競馬変えるようにしないよそうしとくかなそれ変えるようにしてやっとくか